グラナダは、イギリスと西ドイツのフォード欧州部門が1972年から1994年まで製造販売した中型乗用車である。1985年に登場した3代目は、ドイツではスコーピオと改名され、グラナダの名は消滅したが、イギリスでは、グラナダの名前で1994年まで生産、販売された。1972年3月に登場。 それまで、欧州フォードの上級者は英国では、ゼファーゾディアック、西ドイツでは、タウヌス 17M、20M、26M という、全く別のモデルが生産されていたが、1967年のエスコートに始まり、1969年のカプリ、1970年のタウヌス13の 15M、コーティナと進行してきた、英独生産モデルの統合が、この、 グラナダの登場によって完結した。なお、デビュー当初は廉価版はコンサルという英国フォードで長年使われた名称が与えられて別車種とされていたが、1975年には全車種がグラナダに統一された。グラナダは気候的には既存フォード各社の方式を踏襲していた。エンジンはイギリス生産者では V 型4気筒 2000cc。 V 型6気筒2500、3000cc のいわゆる SX エンジンが搭載され、ドイツ生産者にはタウノス 17M に用いられていた V 型4気筒 1700cc、V 型6気筒2000、2300、2600cc のケルンエンジン、そして英国と同じ V6.3000cc が積まれていた。 ドイツ生産者の V4 エンジンは1974年にアメリカのピント用に開発、生産されていた直列4気筒エンジンに置き換えられた。サスペンションはタウンス 13-17M コーティナと同じ形式で、前が欧州フォードが開発したマクファーソンストラットではなくダブルウィッシュボーンの独立、あとはコイルスプリングで釣られた固定軸であった。 ゼファー・ゾディアックのブレーキは当時としては珍しい四輪ディスクであったが、グラナダでは後輪はタウンス 17M、20M、26M と同じくドラムに戻された。ボディバリエーションには2ドア4ドアセダン、5ドアワゴン、2ドアクーペがあった。クーペは当初コークボトル型の丸みを帯びたスタイルで西ドイツでのみ販売され、英国では売られなかったが、1974年に シリーズ全体がマイナーチェンジを受けた際に直線的なスタイルに改められ、英国でも最上級のギア仕様に限って販売されるようになった。グラナダは南アフリカでも生産され、現地の道路事情に合わせて V8 エンジン搭載車も作られた。また、日本にも1973年頃までは、ディーラーの近鉄モータースニューエンパイアモーターなどから輸入されていた。 1977年8月に登場した2台目は、車体をかどばらせ、内容を改良したもので、ビッグマイナーチェンジに近いものであった。ゴドアワゴンは、旧型の車体後半を流用していたほどである。旧型との最大の相違点は、イギリス向けにも2300、2800cc のケルン V6 エンジンが、設計の古い SX に変えて搭載されたことで、 単なるクーラーではない完全なエアコンも装備可能になり、2800cc モデルへの燃料噴射の採用も行われ、リアスポイラーや軽合金ホイールを装備したスポーティーモデルとして売られた。プジョー504、505と同じディーゼルエンジンを搭載したものも、主にタクシー向けに比較的少数が生産された。また、マーク2からは、英国向けも含めてべてのグラナダが、 ドイツ製となった。また、2ドアクーペは、マーク1限りで消滅した。1982年には、マイナーチェンジを受け、フロントグリルを空気抵抗の少ない形に変更し、騒音、振動、ショック低減が行われた。イギリス向けには、この理性、本革シートを装備した最上級のギア X エグゼクティブも追加された。日本へも1980年代半ば、 少数輸入車枠を利用して、近鉄モータースが 2.8i の輸入を再開した。また、韓国の現代自動車でも OEM 生産され、そこから東南アジア諸国へも輸出された。1985年8月にモデルチェンジされ、ワゴンが廃止された代わりに、弟分のシエラにも似た後ドアハッチバックが追加された。名称も、イギリスとアイルランド向け以外は、 スコーピオと解明された。ありがとうございます。